今日はチョコチップのドロップクッキーを作りました。こんにちは、料理研究家のかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はチョコチップのドロップクッキーを作りたいと思います。はい、ということで今回のクッキーはですね、ホットケーキミックスで作れて、かつ材料4つで作れるとても簡単なクッキーです。ザクザク食感がとても病みつきになります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、無塩バター、牛乳、チョコチップ。今回はこちらの4つの材料で簡単に作っていきます。バターなんですけれども、今回無塩バターを使っていきます。こちら有塩バターでも作ることはできるんですけれども、ちょっとね、有塩バターは塩味が強いので無塩バターを使うことをおすすめします。で、あとはね、牛乳とチョコチップ、これだけで簡単に作れます。こちら今回ね、焼き菓子用のチョコチップを使います。こちらは板チョコなどで代用していただいても OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずですね、ボウルにバターを入れます。で、バターはですね、必ず常温に戻して柔らかい状態のものを使用してください。今の時期だとね、冷蔵庫から1時間前ぐらいにね、出していただくといいかなと思います。ではこちらをゴムベラで練っていきます。こんな感じでね、常温に戻しておくと柔らかくて作業しやすくなります。で、これでまずね、クリーム状になるまで練りましょう。はい、このようにクリーム状になれば OK です。ちょっとね、マヨネーズっぽい感じですね。そのぐらいになるまで練り混ぜてください。で、そしたらね、ここにホットケーキミックスを加えます。こちら振るわずにそのまま入れちゃって大丈夫です。そしたらですね、こちらをゴムベラを使って切るように混ぜてください。ここで練ってしまうとカチカチのとても硬いクッキーに仕上がってしまいます。なので終始ね、こうやって切るように混ぜるようにしてください。で、最初はね、結構ポロポロっとしてるんですけれども、だんだんね、ひとまとまりになってきます。はい、このようにね、粉っぽさがなくなって、ちょっとね、ポロポロっとした感じになってきました。で、そしたらね、ここに牛乳を加えます。同じように切るように混ぜてください。そうするとだんだんね、このようにしっとりとした生地になってきます。だいたいね、このぐらい混ざったら、ここにチョコチップを3分の2加えます。で、残りの3分の1は最後ね、上にトッピングで使います。ではまず3分の2ほど加えます。で、このぐらい残しておきましょう。で、これを混ぜ込みます。この時も必ずね、切るように混ぜてください。はい、このようにひとまとまりになれば OK です。で、生地の硬さの目安はですね、指で触るとこのように指につくぐらいですね。こんな感じで少し柔らかい生地ですね。このぐらいの硬さになります。で、ここでね、あんまり混ぜすぎると今度はね、これも硬いクッキーになってしまう原因になるので、混ぜすぎは注意してください。それではね、今回オーブンで焼くので、オーブンにまずね、こういったオーブン用のシートか、またはクッキングシートを敷きます。で、この上にね、クッキー生地を乗せていきます。このタイミングでオーブンを170度に予熱し始めてください。で、乗せる時はこういったね、スプーンを2本使うととてもやりやすいです。で、さらにですね、こちら分量外なんですけれども、スプーンをサラダ油にくぐらせておくと生地が離れやすくなって、とても作業しやすくなります。ではね、まずこのぐらい、だいたい大さじ2分の1から小さじぐらいの大きさです。これをですね、スプーンですくっていただいて、で、オーブンシートの上に乗せます。はい、こんな感じ、ザクッとね、形を整えずにこのままね、ストーンと置いちゃって OK です。あとですね、焼くと少し生地が広がるので、隙間を空けて生地を置くようにしてください。ではこのように生地を置いていきます。はい、このように生地を置き終わりました。全部で28個できました。大きさで言うとね、1つだいたい 2.5 センチぐらいですね。そのぐらいの大きさになります。それではこちら、先ほど残しておいたチョコチップを上にね、乗せていきます。こうやってチョコレートをね、表に出すことで見た目が可愛く仕上がります。はい、このようにチョコチップを上に乗せました。そしたらね、今少しだけこんもりしてるので、ちょっとだけへこませます。スプーンを使って押し付けます。気持ち平らにします。もうね、一押しするぐらいで OK です。で、あとは気持ちね、少しだけ形を整えます。
はい、こんな感じで OK です。綺麗に形を整えていただいてもいいんですけど、このぐらいねちょっとね乱雑な感じがまたこのクッキーの可愛いところなので、今回はこんな感じで焼いていきます。はい、厚みはこのぐらいです。それではですね、こちらを170度に予熱したオーブンで13分から15分ほど焼いていきます。はい、焼き上がりました。今13分焼きました。こんな感じでね、いい焼き色がつけば OK です。で、焼き時間はねオーブンの種類によってもね違ってくると思うので、調整していただけたらと思います。それではね、今熱々の状態で、まだねちょっとクッキーが柔らかい状態なので、一旦ねしっかり冷ましてください。そうするとクッキーも硬くなります。それではこのまま冷まします。はい、これでチョコチップドロップクッキーの完成です。こんな感じに仕上がりました。こんな感じでザクザクで美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。うん、うん、うん、もうすごくサクサクです。美味しい。うん、甘さもちょうどいいですね。とにかくザクザクサクサクです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコチップドロップクッキーのポイントです。まずですね、今回はたったの4つの材料で作れるレシピをご紹介しました。クッキー生地を作る時のポイントなんですけれども、まずバターはですね必ず常温に戻して柔らかくしたものを使用するようにしてください。そしてですね、その後ホットケーキミックスは振るわずに入れていただいて大丈夫なんですけれども、混ぜる時は必ずゴムベラまたは木ベラなどを使って生地を切るように混ぜてください。ここで生地を練ってしまうと、とてもカチカチで硬いクッキーになってしまう。そして混ぜ始めると、最初は粉っぽいんですけれども、だんだん粉っぽさがなくなって、少しねポロポロっとした生地になってきます。そしたら牛乳を加えていただいて、また切るように混ぜてください。そうするとね、だんだんひとまとまりになってきます。そしてひとまとまりになったところで、チョコチップを3分の2くらい入れて、またサクッと混ぜてください。そして混ぜ終わった生地なんですけれども、オーブンの天板の上にクッキングシートか、またはオーブン対応のシートを敷いていただいて、その上にスプーン2つを使って生地を並べました。この時にですね、スプーンに少しサラダ油を塗っていただくと生地が剥がれやすくなります。ぜひこの方法でやってみてください。で、今回の分量で大体大きさがね 2.5 センチぐらいの大きさに置いていただいて28個できました。これはですね、置く大きさによっても何個できるかがね左右してくると思いますので、目安にしていただけたらと思います。そしてね、スプーンでざっと置いていただいて、その後残しておいたチョコチップを上に飾ってください。そうすることで仕上がりがとても可愛くなります。そしてチョコチップを上に乗せたら、最後はねスプーンで少し潰してください。そうするとね、だいたい1センチぐらいの厚みになるので、そのぐらいを目安に潰していただくと、仕上がりがサクッとザクザクなクッキーに仕上がります。このクッキーのね生地を置く時のポイントなんですけれども、焼くとね少し生地が広がるので、隙間を空けて生地を並べるようにしてください。あとはですね、予熱したオーブンで13分から15分ほど焼き色を見ながら焼いていただけたらと思います。で、出来立てはねちょっと柔らかいんですけれども、冷えるとねザクザクっとした食感になりますので、一度完全に冷ましてから召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコチップのドロップクッキーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。